こちらエージェント烏丸、引き続きターゲットを尾行中。へい、こちら本部の白鷺、動きはあったか？ターゲットは菊祭りに移動した。菊祭り？ジャパン特有のドエロい祭りか。貴様、バチが当たるぞ。バチってなんだ？その正体は謎に包まれている。マンマミーヤ、ジャパニーズミステリー。湯島天満宮内で期間限定でやっているお祭りだ。日本人はお祭り騒ぎ好きすぎるな。なかなかすごいぞ。色も形も違う大輪の菊が一面に咲いていて、なんだ、人だかりができている。あれはまさか。大変だ、エージェント白崎。何があった？ターゲットに気づかれたか？猿回しがいる。もう黙ってろお前。初めて見た生の猿回し。猿かわいい。知るか。勝手に癒されてろ。ターゲットから目を離すんじゃねえ。問題ない。ターゲットの位置は把握している。目は離していない。猿が回った。猿見てんじゃねえか。大丈夫だ。ターゲットは猿と俺の延長線上にいる。ターゲットから目を離さない。わざわざ移動したの？どんだけ猿見たいんだよ。なんだ、またたこ焼きの攻撃か？猿釣ったらぶっ殺すぞ。ターゲットが標的と接触。これより作戦名鷹狩りに移る。よくやったエージェント烏丸、成功を祈る。成功したら日本猿密輸して本部で勝ってもいいよな。いいわけねえだろ。やめろバカ。誰が世話すんと思ってんだ。これ以上増やすんじゃねえ。俺はお母さんじゃねえんだよ。烏丸くん、本部に戻ったら覚悟しとけよ。なお、この音声は自動的に消滅する。猿と逃避行したら地獄の果てまで追いかけて消滅させるからな。